こんばんは。1月8日木曜日、夜の FX フラッシュです。フォレックス TV ジャパンの岡田がお送りします。この時間は今日1日の東京マーケットの動きと午後6時現在のヨーロッパ・ニューヨークマーケットの市況を予想します。今日の東京タイムはもみ合いが続いたものの、夕方になり円が急騰しました。ドル円は早朝に推移していた92円後半から1円を超える円高の進行となったほか、ユーロ円などのクロスはそれを上回る円高が進む展開をたどっています。日経平均株価が終値ベースで前日比300円を超える下げ幅となった上、中東地域における地政学リスクの高まりが円高を支援した面もあったようです。一方で麻生首相による急激にドルの価格が暴落することは日本にとっても非常に大きなマイナスだとの発言が伝えられましたが、影響は限定的でした。続きまして欧米市場の見通しです。ほんの2日前、6日の欧米タイムにドル円相場は94円台後半でしたが、それが今日の夕方には91円台前半です。2日足らずで3円ほどのドル安進行で、ペースとしてはかなり早いと思います。リスクはドル安円高方向だと思いますが、このままの下落スピードが今後も続くかどうかには疑問が残ります。ちなみにそんなドルのサポートは直近安値87円08銭を起点とした短期上昇幅のフィボナッチ 38.2% 押しにあたる91円74銭を夕方にかけて割り込んできたこともあり、次のターゲットは半値押しの90円85銭となるでしょう。そうした中、今日の欧米タイムに予定されている主な材料はご覧の通りです。まず21時に結果が発表される BOE、 イギリス中央銀行による金融政策委員会が要注意でしょう。 0.5% の利下げ実施との見方が有力ですが、昨日の欧米タイムあたりから金利の据え置きを予想する声が急速に高まっていることは気がかりです。結果以降でポンド相場が荒っぽい値動きをたどる可能性も否定できません。一方、アメリカサイドでは経済指標の発表などで大きな予定はありません。しかしオバマ次期大統領が重要な演説を実施する予定となっているなど、各国の要人発言には注意が必要です。強気の発言でも出れば一転してドル買いが優勢になることもありそうです。以上、夜の FX フラッシュをお送りしました。この後は午後11時からニューヨークトゥデイをお送りします。